どうもどうもです。今日もウィニングイレブンアプリ2021やっていこうと思います。実はさっきまでウィリやってて 3,4 連勝した分を1試合でレート落とされてちょっと考え中ですが、新しいガチャが来たので引いていこうと思います。そして今回はですね、4つもクラブセレクションが来てるんですけど、まあ、正直まあ無課金美課金あたりの人は間違いなくバイエルンを引いた方がいいですね。で、正直これはマジでおすすめですね。何回も来てるガチャなので持ってる選手が多かったら何とも言えないんですけど、持ってなければもう全然めちゃめちゃいいと思います。さっき負けてしまった分もここで強い選手を補強してまたレート上げ頑張ろうと思います。という感じで見ていきますか。とレバンドフスキー選手、キミヒ選手、ニャブリ選手、とミラー選手、コマン選手、リュカ・エルナンデス選手、パパール選手、ゴレツカ選手ですね。この8人が来ております。交換のところにノイヤーがいるので、ノイヤー欲しい人はまあ交換するっていうのもありなんではないでしょうか。で、正直自分が持ってるのはレバンドフスキー選手とニャブリ選手なので、ここ以外が出ればマジでもう誰でもいいかなっていうぐらい、マジで全員強い。言ってしまえばリュカ・エルナンデス選手、パパール選手はもうディフェンス能力も高いし足速いし、ミラー選手スパサブ最高、コマン選手が分かんないけどまあ足速いし強い、キミヒ選手もどこでもできるマンだし、まあね、ゴレツカ選手も強い。なんでここが引ければマジでいい。正直レバンドスキーとニャブリ以外だったらもう誰でもいいかな。あとはもう3回かぶんなきゃ十分って感じで3回引いてきてと思います。まあここはちょっとね、さすがに6人も持ってない選手いるんで、まあ引けるんじゃないかな。頼むぜ。誰だ、お持ってないね。これ誰だ、誰ですか。うめっちゃイケメン、パパールレバンドです。誰だ誰だ、ゴレツカ選手か。よしよしよし、ありがとうございます。全然嬉しい、神。はい、2回目ですね。もう正直もう嬉しい、めっちゃ嬉しい。あとはもう本当にかぶんなき、ミラー、キミヒ、コマン、リュカ・エルナンデス、パパール、ここで出たらもうやばい。タブかぶるな、かぶるな、かぶるな。スパイクピンクじゃないことをまず願うっていうことかな。さ、違うね、さっきとは違う。コマンか、あれか、あ、待って、これニャブリだな。持ってんな。ニャブリだよね。これ多分ニャブリだよね。ニャブリ選手か。持ってんだよな。違う、それは。いや、これもったいないな。せっかくいい選手ばっか来てんのに、かぶんのはもうさすがにもったいなすぎる。さあ、頼む。まあ、今回のニャブリ選手の方が強いかもしれないけど、正直持ってない選手はやっぱり欲しいかな。ライブアップでっていうものが存在するからね。ゴー。いいね、持ってない選手のね。さあ、誰だ ?21 番、誰、ユカエルなんです、パパール、どっちかだよね、だどっちかじゃない、これ違かった、ごめんなさい。ユカエルなんですし、うん、全然いい。まあ残り300コインあるんで、これを引いちゃいますか。何引こうかなと思ったけど、アイコニックかな。アイコニックはちなみにね、マテウス選手とピーゴ選手とサモラーノ選手だって。まあ正直マテウス選手が欲しいかな。あ、まあ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 、おぞほど、あと2回ですね。気楽に引いていきましょう。当たったらちょっと嬉しいんだけど。まあ、まあそんな簡単に来ないか。じゃあこれ、ラストですね。泣いてももらっても、最後の1回頼むぜ。いい動画にしてくれ。神引き頼め。ダメだー。